富士フィルム商備秋田株式会社は、秋田県を営業エリアとする、富士フィルムビジネスイノベーション製品や、各種コンピュータ関連商品の販売、保守を行う会社。秋田県は秋田市に本社を置く。1982年10月秋田椅子図自動車と富士、ゼロックスとの業務提携により、秋田椅子図自動車副社機事業部が誕生。その後、 1986年4月に分社化し、秋田富士 OA 株式会社として独立。1990年12月には、秋田ゼロックス株式会社に称号変更。2021年4月には、富士フィルム商売秋田株式会社に称号変更した。富士フィルムビジネスイノベーションの秋田県における県別特約店である。 また富士フィルムビジネスイノベーションジャパン秋田支店が本社直轄の営業所として存在する。ウェブ非公開スポーツ事業にも力を入れており、2001年12月よりスポーツスクエアの運営を開始。スポーツ選手も所属しており、畠山洋介が2006年、鳥のオリンピックノルディック複合代表に選ばれた。また、2004年アテネオリンピック陸上競技400メートル、 リレー代表だった伊藤智博が所属となった。代表取締役会長である賄い翔三郎はかつて秋田県体育協会会長及び日本バスケットボール協会副会長も務め、現在は B リーグ秋田ノーザンハピネッツ取締役相談役を兼務。ありがとうございます。